これ。脱出座河川。脱出座河川。イエーイ。やったー。では最初に、うる。1番から4番、はい、皆さん自分の運命が決まります。好きな番号をそれぞれ選んでください、はい、じゃあ1番行こうかな、じゃあかなえが1ね、はい、帰るなら今のうちで、かなえが1 えどうしよう、なんで、バーニーが2ね、3です、じゃあ3か何それ何それ、いやいや、いい3で、一ノ瀬、一ノ瀬変える、一ノ瀬だし1いく、いや、そっち側の人たちが変える、変えるって聞かれてるから、もしかしたら4当たりかもしれん、えって、ないない、それ変えてもいいよ、なん当たりて、ないない、全部一緒、全部一緒、ジョンが当たってる可能性ある、これじゃあ行こうか、このままでいいです、おぉおぉ、行った行った、行ってきます、すげえ、行ってきます、あ、メモは絶対声出さないで、だって分かってるよ、はい、どういうこと、待って、ゆっくり読もう、ゆっくり、これ5回ぐらい読まないと頭に入ってこない、ちょっとあと5分ぐらい欲しい進むよ、じゃあ、あ、もう進んでろ、うん、What? ちょっと待って、これああ、横バニーちゃんか、まだいないのかはい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 、あ、どうもどうもどうも、え、まあ、これは別にやっても悩む必要もないぐらいですよね、待って、一応、まあ、そうだね、はい、聞いていい、みんなのちょっと待って、怖くなってきた、いろんな意味で、いやいや、いや、俺は大丈夫、待って、イヤホンどけた、3秒待って、うちも大丈夫よ、心配しないで、ほん、信じていいの、心配ないさ、一番あなたが、あなたが一番ですよ、なんでだよ、待って、ちなみに小森さんは、じゃあ小森さんは掛け算入ってる、はい、あれ掛け算を含んだ式できないから、え、小森さんどっちだと思うの、わかる、いや、じゃあなんでそんな、いや、心配ない、行こうって、いや、行くよ、まあいい、行くよ、行こう、ほんとに、せーの、押すよ、じゃあ、あ、これ上に行けんじゃね、あ、挟まった、降りてきた、挟まった、挟まった、挟まった、やばい、挟まった、やばい、スタッフ、挟まった、スタッフ、スタッフ、一回レバー上げてなって、離れて、離れて、挟まんの位置行って、挟まんの位置行って、あれ、オッケー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 、あ、オッケー、ナイス、オッケーオッケー、次の、よかった、次に行けるのが良かったわ、ほう、ふう、ちょっとあれだな、覚えないといけない、写真撮るか、確かに、なんか手っ取り早いから写真撮っとこう、 OK、 はい、え、進んでいいか、あ、いいよ、 OK、 行こうか、あ、ここに、なんかここある、あ、どうも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 、あ、どうも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 、久しぶり、丸四が5って書いてあるよ、丸四が5、丸四が 5? お、はあ、扉だ、ただの、カンツマン、カンツマン、ほら、あれ、でも、ねえねえねえ、なんか鍵のかかってないドア4個あるぞ、え、なるほど、え、開けてみていい、いいよ、いいよ、待って、広くね、What? ここも開けるよ、なにこれ、いける？は、あ、なんか書いてある。なんて？うそ。あ、本当だ。丸に、丸に九。丸に九、丸四五だっけ？丸に九、え、丸四五。うん。丸に九、丸四五。なんか数値なんじゃね？じゃあ。ま、丸に九、丸。なんだこれ？一二三四。でもこの。1、2、3には何も書いてない、あ、待って、なんか開いた、え、開いた、これ、え、カウンツあるんじゃね、ここに、え、待って、閉まった、え、なんだ、待って、今開いてる、なんか、なんで開いたの、俺のいる、そこになんかカウンツがあるのかな、あったー、じゃあそれだ、え、どうする、誰が入る、じゃあ、え、じゃあ、あ、
あ、ほんとなんか上になんかついてる。これあ、バニーさんでもいいよ。バニー、二人で行ってきたら。これ別にあれしよう。二人で行く？じゃあ次2開けて1乗せ、僕見てるわ。はい。2開けて1乗せ、2枚目開けて。ちなみにどこで開けんの？あそこ立ってればいい。そこ黒、多分石の上に立ってれば開くっぽい。3も開けた。3開いた。はぁ？うざっ。そうだ。ふざけんじゃねえよ。だろこれ。何も待って、これ帰ってくるのにも踏んでなきゃいけないやん。おい、何もなかった。三番開けて、は、外れ藁って書いてある。三番、オッケー、オッケー、オッケー。開けた、開けた。はい、三。外れ引かれて、引いてるやん。ありがとう。え、なんか問題って書かれてるの。問題。行こう。うん。事前に情報を知っているもの。運営の内部に通じているものを別名何というでしょう。1インサイダー、2人狼、3嘘つき。まあどれも当てはまりそうなもんではあるが。なるほど。でもあれじゃない、このさ、うん、丸3ってあるじゃん。あ、3の答えってこと？うんうん。あ、じゃない、4と2だったもんね。 今2と5、2と4か。じゃあこれが3個目の答えなんだ。ちなみにわかる2人はこれ。え、うん、人狼、インサイダーが分かんないけど嘘つきではないのは分かる。え、バリさん分かるよね。嘘つきではないし、俺はさすがに分かる。さすがに分かるよね、僕らは。し、じゃあ一回、2の人狼は2人で結論出してもらうか。え、1でも消去法で。え、じゃあ1。まあ、あのインサイダー取引とか言うよね。なんかだな。なんかな、不安だけど。インサイダー取引なんか聞いたことないよ。あるよ。インサイダー取引なんて知らないよ。え、でも1個足んなくない？1が、1がないんじゃない？ 3 が1でしょ、ね、丸1がない、丸1が。1がない、こっちでしょ、1あんの絶対。何これ。踏んだ。4個、4個踏むんじゃね、とりあえず。試しに4個踏んで。踏んでみよう。あ、そうだ。いくよ。踏んだ。あれもう一個どこ？はい。これだ。踏んだ。踏んだ。あ、いけるやん。してきた。あ、うん？あ、1、0って書いてるわ。みん。1が0ってことは ?0 で？2が？ 2 がなんだっけ？あ、2が9だ、肉って言ってたから。肉。2が9。で、3が1で。4が5だっけ？ 5?ゼロ九一五？うん。かな。かな。ゴールに入れてみよう、それ。見てくる？もう一回。まあ失敗したらでいいんじゃない？もうあれなんかな。うん。四桁だし。あ。ゼロ九一五。お、開いた。おお。ペース良さそう。ペース良さそうだよ。分かれてね。さっきの。入ります。はい、入ります。みんないる？あれ？え、もう進んでる？え、なんかちょっと前行ったけど長いよ道。あ、はいはいはい。あ、そういうことか、そういうことか。すごい。すご。なるほど。え？え、で？どういうことこれ？あ、で上にあるわレバーが。うん。あ、本当だ。あるあるある。左上にある。あ、そういうこと。ここで話し合うってことだ。内通者がいたってこと、この中に。話し合ってもいいってこと。だからここで話して投票するんじゃないの？じゃないとわざわざ面向かい合わせないでしょ。そうだよな。そうね。裏切り者がいるってわけだよな、この中に。答えを知ってたやつがいるってことだ。知らないふりして一緒にいたってことだ。誰？そういうことだ。誰？でもさ、いいんだよ。さ、うん、はい。結構答えがさ。簡単すぎですよ、結構。そうだね。まあ、確かに材料が、いや、むずい。だって、知らなくても、わかるくらいのクイズではあった、ここまで。うんうん。まあ、てか、普通になんか、ヒントとかじゃなかったしな。これ意見は、意見どうぞ。出していいなら、問題が簡単すぎる。
のに、うん、ちょっと怪しい雰囲気を出してた人がなんかあれかなっていう。え？誰か出してた？そんな人。わかんない。誰？なんかわかんなそうな感じを出してる人は。三四かな。だいぶだいぶいい。はいはいはい。待って、それは。はいはい。意義あり、意義あり、意義あり。インサイダー。待って待って、意義あり。マジで言いたいことある。あのさ、マリアさんってなんか噂によるとクソアホらしいんだよ。バリアさんはバカだ聞いてたの、事前情報で、事前情報でバカだ聞いてたのに、インサイダーを知ってたのがおかしい、まず。いや、ふざけんな、あの2つの。そう、インサイダーを。いや、お前が知ってたってことは横文字を。普通にすごい、普通に過ごしてたらインサイダーなんて単語は分かりません。いや、まあ、ちなみにあのインサイダーとかもなんかゲームとかで見てるかもしんないけど、まあそのインサイダーってそんな難しいことじゃないんだよ、そもそも。日常で生きてたら、うん、ニュースとかで聞いたりもするから。日常で使いませんけど。いや、そう、日常で使わない。あ、インサイダーいるわとか言わないだろう、言うのか。え、人生よ。じゃあ、分かった分かった、落ち着いて落ち着いて落ち着いて。バニーちゃんに何でインサイダー知ったか聞こうよ、じゃあ。じゃあね、あの正直インサイダーはあんまり分かんなかった意味は、うん、でもあの2と3の回答が人狼と嘘つきじゃない、内通者だよ、だって、うん、内通者ったら、うん、人狼とか嘘つきとかの意味じゃないのは分かるよ、さすがに。俺でもそれは分かるよ。うん、インサイダーしかないやん。お前ら黙んなよ、おっちゃん。そう、だから、うん、結局1だってなったじゃん。そう、それで2と3は違うから1だねってなったよ。頭の回転の速度の話してる？けなされてる気持ち。なんかあんなに簡単な問題をなんか怪しい雰囲気出してたのが怪しかったって話やん。そう、だから意見としてねってことだよね、多分バニちゃんはね。要素の一つ、何もないまっさらなテーブルにバニちゃんはちょっと広げてくれたんだよね。そう、内通者を見つける材料としてはそれがあるかなっていう意見やね、うん、まあでもそれだとしたら、あの、まあ、事前情報も含めて言っていいなら、メトって多分バカなんだよ、事前情報。めたい話してる今、うん、バカなメトがインサイダーわからないのって結構当たり前なのね。いや、まあ、うん、バカっていうか、メトとは知識がないっていうか、まあまあわかるってなるでしょ、うんうん、そう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 。だから一ノ瀬が知らなかった方が怪しいと思う。ちょっと待って、ごめんごめん、うん、一旦一つ言っていい？うん、別に知らん、インサイダーは。どこで出てくんの、インサイダーなんて。うちの人生のインサイダーは、インサイダーなんか載ってなかったよ。なんだろう、例えばさ、会社に所属してる人間はさ、その会社が今からどういうことをするかってわかるわけじゃん。なのに、それを知らないふりして、その自分の利益になるようなことをするみたいなことを、インサイダー取引って言ったりするよね。それの元が多分インサイダーって、そう、僕はあの会社に習った。しょ、うん、耳。うちは会社にも習ったことない。うん、しょ耳。うちがインサイダーを知ってないことがおかしいみたいなので、うちが疑いかけられてるのは普通に侵害。違う、今のバニーちゃんのは別に疑ってるんじゃなくて、うん、こう要素の一つとして、そう、こういう可能性もあるよねっていうだけで。確かにバニラさんは要素の一つとして言ったかもしれないけど、この小森メトとかいう女は、うん、私はバカだから知らなくて当然だけど、この右の女はなんか私より頭いいはずなのに、インサイダー知らなかったからこいつの方が怪しくねとか言って、ヘイトを。じゃあ一ノ瀬は、じゃあ一ノ瀬はメトよりバカじゃないじゃん、頭いいじゃん。だからそこまでは分かるけど、怪しくないの話で言ったら、一ノ瀬の方が分かりそうではあるよみたいな話、要素の一つですやん。いや、そんな言い方してなかったやん、そんな言い方してなかったですやん。要素の一つですやん、怪しいと思いますみたいな言葉のあややん、 AYA あや。でも今出せる材料ってそれぐらいしか なくて、そうだね、投票入るしかないんじゃないですか、僕らは。おそらく。というかさ、一人に投票する必要あんのか、これ。
全員が右に投票したら多数決にはなんないじゃない？ないのかな。多分そしたらあれなんじゃない？し直しになるのかな？扉が開かないんじゃないの？なんか多数派のやつで開くって言ってたから。じゃあ入れる？本当かな？なんか誰かが一人どうのって感じじゃない気がするんだよな、こういうの。うん。ちょっと一つ言わせてほしい。わかった。もうちょっと時間ないから最後にしよう。一ノ瀬のそれを。あ、まあでも確かにそれ以外ないしな。いや別にあれだけじゃ分かんなくね。まあ分かんない、正直分かんない。それ前までのやつも分からない。じゃあ入れるよ。え、はーい。一回ね。うんうん、分かりました。せーの。おお、これどうなの？いや、これあれだ、まとまってないんだ、意見。あ、一ノ瀬今さ、まとまってない。そういうことか。今誰に入れた、一ノ瀬？うん、なんで？多分僕がね、今ね、割れてるんだったら怖いから言いたくないんだな。僕納得できなくて、一ノ瀬に入れらんなくて、一ノ瀬に入れてないんだよね。いや、うちも納得できないよ。今入れ直した。なんか、開かなくない？うん、開かない。俺も入れ直すわ、じゃあ。あ、ええ、開いたよ。開いた。死んだけど。え、なんで一ノ瀬。え、一ノ瀬。野瀬さん、一ノ瀬。どうなったの、バニちゃん。一ノ瀬。なんで死んだの。上からなんか出てきて潰れたって。自分の番号の扉の。自分の番号の扉。おい、ちょっと待って。ここ見て、ここ。ここ見て。人殺しって書いてある。怖いよ。一ノ瀬ごめん。やばい、理解できない。ちょっとどういうこと。ちょっと待って、 あと30秒待って。いや、1分、あと2分ぐらい待ってほしい。はい、降りるっぽいな。降りる、降りればいいんじゃないこれ。ああ、いたいた。え、どういうこと。うん、ちょっと待って、写真撮ったから写真見返します。あ、え、あれじゃない、さっき失敗だったってこと。投票失敗してるってことじゃないこれ。野瀬さんじゃなかったってこと。え。なんでこっち見んだよ。なんでこっち見るんだよ。なんでこっち見たんだよ。違う。何を。椅子に座って、この VCR で一番良かった思い出をみんな語らないと出られない部屋、座れらしい。え、一番良かった。ちょっと待って、ここにさ椅子が4個用意されてんのっておかしくない。でもやっぱあったんだよ、多分誰も死なずに済むの。ほらこの頭蓋骨。あ、それ違う、頭蓋骨あるよ。これそれ一ノ瀬だ。一ノ瀬。そういうこと。野瀬さん、一番って言ったら、でもやっぱ俺はあれだな。いや、もうちょい考えさせて、ごめん。一番ってむずいね。よかったなら考えたら。なんか、目と、まあ印象深いみたいなことなんかな。目とは、あるよ。いや、この VCR 遅れて始めたんだけどさ、スタートダッシュ遅れちゃって、ちょっとどうしようかなってなってた時に、一ノ瀬が、目との力が必要なんだって言って、舞い降りてきたんだよね、突如。目との目の前に。で、このグループに入ること、まあ、決めてみたいな、とこになったのよ、自分の中でね。なんで指さして。まあ、それが、指さされるから。だから、まあ、それがやっぱ一番良かったことかな、こんな姿になっちゃったけど。まあ、それで言うと、特にその家の前のさ、ネオンのやつ。
シリーズあるじゃん、なんかかけるネオンとか、うんうんうん、その飾り付け系が一ノ瀬がなんかデコりたいっつってて、バンジャーも知ってると思うけど、目と来る前かなとか分かんないな、うん、それらへんが僕が一人でウミンチュ行ってる時に、うんうん、手に入ったのを入れてたのを今めっちゃ使って家デコってて満足そうなの、よかったなって思う。お海行ってよかったなっていい、ね、うん、一番よかった夢かなってたんだなって、うん、いなかったけどバリさん一番良かった思い出ったらな、うん、これっていうのはあんまないけど、うん、うん、建築とか、うん、まあ、今回ラストでやりたかったかちょっとあの、はいはい、人ん家に行って、まあ、リフォームとかまあ、させてもらったんだよね。あ、そうなんだ。めっちゃめちゃそう、埋められてその建築が、それが良かった思い出かな。で、うん、語ったわけですが、うん、開いた。開いた。いただきました。これ認められた？一人ではこの先進めない。ああ。進めない。はあ。なんかあるよ。箱が三つ。え、本当だ。これ三つ。ん？ん？開けろってこと？あ、ちょっと待って。なんか。指？え？え？どういうことだ？開けろってこと？開けろってことかな。開けてみる？うん。左か、そっ、あ、全部開ける？え？入ってた。あれ？なんで？え？ちょ、紙読んで、紙。あ、これメモ、え、読んだ？読ん、オッケー。確かに、今のうちに読めばいいか。待っとく。どう？え、入ってない、他の。多分、これだよね。うん。これだね。ちょっと、うん、読むわ、僕。ちょっと離れてて、僕から。うん。うん、分かった。え、だから嘘の思い出を語った人間がいるってこと？え、誰だと思う？やめて、かぼちゃ食べんの。うちもみんなが最終決定権はかなえさんにある。いや、でも僕二人が僕と思うならこれ渡すよ。うん、なるほどね。まあでもかなえさんが一番多分それを持つのは適任だと思う。待って、じゃあ分かった、真ん中の箱に。うちはね、うん、いや怖いな。うん、持っとくか一旦。うん、なんかバニちゃん何持ってるの？だってそのウミンチュの話はさ、バニちゃん今何出したの、うん、何それ。これうん、種。何それ？あ、種そうなるんだ。あ、え、種そんな、うん、なんだ。うん、ウミンチュの話はウミンチュの話は分かるくない？かなえさんがしてたことはうちらからしても分かりはするよね。うんうん、俺の話は正直あのみんないなかったから、うんうん、まあ証明は難しいと思う。うんうん、まあ、でもバニーさんの一人の時間が多かったのも分かりはする。ちなみにあのリフォームしたのは有坂さんの家です。メトは一ノ瀬が降りてきて、でも僕困ったらうち来いよってメトに言ってはいた。うん、出会った時に、うんうん、ちょっと真ん中の箱にしまうわ、これ。いや、一番奥にしよう。ここにしまうわ。てかガレージを開けろって書いてる。オッケーオッケー。3人だ。これ、まず開けてみる。はい、あ、本当はここで気づくはずだったんだ。インサイダーの…あ、そういうこと？なるほどね。そのための道具があるっていうのが多分このナイフだかマチエテだか。ああ、なるほどね。ってことか。はい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 。で、多分ここにさ、人の肉で、なんかメモが買えるんだよ。だから多分そう一人を始末して入れて買うんだと思う。で、3人だから投票式にしたっていい。これで決める？これで。これで決める？これで決める？ちょっと待ってね。
これね。うん。じゃあ、行くよ。行くよ。はい。うん。せーの。せーの。もう一回やってみようか。わかった。行くよ。行くよ。せーの。だって今バニさん真っ先に塀に走ろうとしてたからごめん。わかる。走ろうとはしてたけど。まあそう帰ってきてくれたけど。巻きかなと思って。うん。帰ってきてくれた。はい。はい、ちょっとちょ僕さ一応1票しか入ってないじゃん。いいよ。ちょっと2人で話してほしい。うん。うんうん、え、1票しか入ってないってどういうこと？いや、かなえさん1票も入ってなかった。あ、そうそう、僕、はい、フリーだから2人で話してほしい。かなえさん1票も入ってない。いや、いや、まあでも、いいよ。だって2対1で今決まったから。いや、一思いに2回あったから。2回あったから。まあ、そうね、目と2場に2の2回あったから。さっきの、うん、さっきの、なんか、その、インサイダーの下りとかからもううち視点は結構バニさんその誰か落とし入れようとしてるんじゃないかみたいなことね。そうなくな、そうなんかこう、はいはいはい、提案であれこうやっぱ誘導にはなっ1回目外してたのがあって、うん、それでまだいるってなったらもう正直俺はもう消去法みたいな。消去法で、そうなんだよ、うちもそうなんだよね。俺とメッサンよりカナエさんの意思で多分決まるから。そうなんだよ。いやもう選べないよそんなの。行くぞ。開く？うん？なんかパスワード入ってた。なんかあるよ。一間違えてで交換できる。あ本当だ。間違えて返して。武器を没収されたけど開いた。え？されたけどこれど、え？分かれる？ま、分かれるってことなんだと思う。どっちがい選んでいいよ、右か左か。うち右がいい。分かった、じゃあ左行くよ。あ、しまった。オッケー。貫通板踏んだ。踏んだ、開いた。開いた。上に行った、上に。上まで行きます。来た、一番上まで来たよ。来た。いや、これ…目と…いや、目と…はい、撃てないよ。撃てない、撃ちよう。いやいや、分かった、じゃあ目と撃っていい、僕のこと。目とが上がってくれ。え？え？どこ行くの？あ、上に行くってこと？ごめんな、目と。あ、待って、ミスった。やばい、間違えた。すごい元気。ごめんバニさん、目とインサイダーは俺だ。死ねない。全員インサイダーなのに。いや、思ってた、全員インサイダーなんじゃないかって。終わりで、上まで上がれば助かったけど、じゃあ全員足滑らして落ちちゃったね。嘘のエピソードってこと？そうだよ。僕、海で拾ってない。誰も本当のこと言ってない。え？海では拾ってなかった。あー、なるほど。え？全員嘘だったの？バニさんのやつ、嘘なの？いや、バニさんのはどう考えても嘘だったよ。
一ノ瀬にまつわるエピソード2連来て急に人んちの家リフォームしたことが嬉しかったって来るわけないだろう。うん、え、ドン引き、ドン引き、おい、人の死をネタにしていい感じのエピソード作るのもやめろよ。だって、メトもさ、メトも僕、メトに声かけたよなって思いながらさ。いや、うちもさ、なんかメトがさ、お前が必要だって言ってみたいなから、そんなこと言ったっけと思って。いや、そう、お前が必要なんて1ミリも言われてない。いや、そうだよね。1ミリも言ってないよ。1ミリも言われてない。うん、前降りてきてもない。面白かったなぁ。え、決断が早い。これ本当は残った一人が上まで行けるようになってたの、うん、まあ、みんなで協力してもいけるよ。別に一人でならない。アイソン4つ持っていけばクリアだ。まあでもみんな疑いやってて、それどころじゃなかったけど。ふざけんなよ。ちょっと待って、インサイダーが分かんないわ。前のと1週間くらい共にしてたとか考えたらさ、多いよ1個問題が。うちらはなんでインサイダー分かんねえんだよ。分かんねえよ、インサイダーなんて。インサイダーが分かんなかっただけでヘイトもらって、はぁ。インサイダーが分かんないせいで難しくなってたよ、絶対。